ひまちゃんが神様に会った話が、うん、あもうちょっと心にビンビン響いて、あそれを皆様にお届けしあったみたいな顔してますけど、あったんですかって言ったら、毎日会ってるわみたいな。皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。ことほぎチャンネルです。今日は大分県国東市のたまちゃんファームに来ています、はい。ありがとうございます。はい。たまちゃんはこう見えまして、はい、まあ、今は農業をしていますが、熊でございます。熊も似てるんじゃない？ああ、いやいや、九州に熊がいないんだよね。出会ったら私が絶対逃げるんですけど。で、はい、その昔は学校の先生をしていて、はい、そしてなんと先生と農業の間には教育。はい、そうです。あの、こんな風貌で教育委員会にはいませんけど、先生方の応援団っていう立場で仕事をさせてもらっています。素敵なお仕事。もう農業の話も聞きたいんですけど、うん、今日はですね、その前に、うん、たまちゃんが神様に会った話が、うん、あもうちょっと心にビンビン響いて、あそれを皆様にお届けしたいんです。そんな怪しい話をこのチャンネルで流していいんですか、はい、神様に出会ったとか一番怪しくないですかね、それ。あいつやっぱり宗教かみたいな、これ見てくださってる人思ってるんじゃねえかなって。まあ、それは大体間違いじゃないんです。大体ね。間違いじゃないんですけど。いやいや、私、その教員、まだ教育委員会に行く前に、まあ普通の教員やった時に、そこの、私宮崎県の教員なんですけど、はい、宮崎県に西都市っていうところがありまして、はい、西宮港って書くんです、はい。で、そこってどんなところかっていうと、神様のふるさとなんです、はい、日本神話の方、そうですわ、はい、あのでニニギの御事とこの花咲くや姫のお墓があるんです、そこにね、そこあの神様のお墓なんで立ち入り禁止なんですよ。学術調査すらできない そうなんですか、はい、そういうお墓が、まあ、古墳ですね、はい、そういうお墓がある、まあ本当にあの神様のふるさとって呼ばれてる場所なんですけど、たまたまそこに赴任することになりまして、ほいだら教育委員会が、その頃ね、ふるさと教育をしていこうみたいな機運が全国で高まって、はい、特別カリキュラムでふるさと学っていう学問を入れようぜみたいな流れが全国で起こったんです、はいはい、でその先駆けとして西都市が、うち神話のふるさとやから、うん、そらふるさと学せなあかんやろみたいなことになって、ふるさと学、まあだから西都のふるさと学だから西都学っていうふうに名前を付けましたね、で新しい教科を立ち上げるんじゃみたいな、はいはい、そのプロジェクトが立ち上がって、はい、なぜか私がそこに呼ばれるんですよ、はい、お前斉藤学っていう学問を立ち上げるからお前メンバーじゃんみたいな、いやメンバーじゃねえ、お前責任者に命ずるみたいな、みたいな、ちょっと待ってくださいよって、私理科ですよって、うん、ふるさと学ですよ、社会でしょうがって、社会先生させとけやないですかつって、なんで理科の教員がそんなとこ行かなきゃ、行きませんよ私とか言ったら、お前さって違うけど、お前にやってもらいたい仕事中のあんなよ、聞け話して最後までって、教育委員会のお偉い方が、何ですかって、私にやる仕事、理科に関係するんですかって、はがる、終わりだよ、終わりとか言って、何ですか、じゃあ話聞きますかって、お前なって、神様について調べてくれって言うんですよ。ちょっとな、冗談は顔だけにしてもらえませんかね、あなたって。言うにこと書いて、神様について調べろってどういうことですか、あなたって。私、理科の教員ですよって、ね、見たものしか信じませんよって。ね、神様が本当にいるって思うんだったら神様連れてきてくださいここにって、なんか一休さんのものですね、そう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 、ね、この虎出せやみたいなね、捕まえたるから出せやみたいな、ほんならそのお偉方がまあ言うんですわ、お前っていうことはお前神様信じてないのかって言うんですよ、当たり前ないですかって、見たこともないのに信じられるわけないでしょうがつってね、いませんよ神様なんて、いたらこんな世界になってないじゃないですかってそうか、お前神様信じてないんだな、じゃあお前に決まりとか言うんですよ、なんでですのっつったら、まあ、さて今から神様について調べてほしい情報を出すのにさ、神様いますとかいうやつに出したら怪しすぎるだろお前って、神様いますとかいうやつ怪しいよ大体つって、確かにってな、その点お前は神様いないと思ってるんだろ、そんなやつにオファーしたらきっと一生懸命神様はいないっていう証拠探しするだろお前つって、違うのかつって、いやまさにそうですよって、神様いないって論破してやろうと思ってました今つって、そんなやつの方がね身を入れて調査するだろうな神様についてって、だからお前に頼みたいんだよって言われて、グーの音も出ないですよね、そんなこと言われたらもうやめますとか言えないじゃないですか、だからやっぱ上には上がおるなって、私も案外人の心を焚きつけるの上手だと思ってましたけど、やっぱ上には上が焚きつけられたんですよね、そんな言うやったら俺やったるわみたいな、でいろんな古墳に行ったり神社に行ったりいろんなとこ行くんですけど、まあ、最後に流れ着いた由緒正しい神社でね、
とんでもないじいちゃんと出会うんですよ私、うん、でそのどんなじいちゃんかっていうと、まあ、境内掃除してるんですわ、うん、で境内掃除しててで私スーツで入っていくでしょ、うん、ほんならあいや珍しい客来たなみたいな、ほんで気さくなじいちゃんやなと思ったんで、うん、ちょっと聞いてじいちゃんって、うん、今神様探しとんですよ今神様について調べようんですよっていないって分かってんのに調べてんですよ辛くないっすかみたいな話したらお前出会って5秒で喧嘩するやつ生まれて初めて見た俺はっつって、うん、お前神様がいないってよう俺にそんなこと言えるなみたいないやいや分かってますからあなたってあなたそれ神社で働いてるからさ神様が言うっていうスタンスでしょって分かりますよそんな大人の事情でしょそんなのって分かります分かりますみたいなお前ひねくれたやつだなみたいないやそうですよ私若い頃からひねくれてますからみたいな話したらそうか神様に出会ったことねえからひねくれてんだよお前とか言われましてね何言うとんねんこのじいちゃんと思ってなんかそんなこと何あなたじゃあ会ったみたいな顔してますけど会ったんですかって言ったら毎日会ってるわみたいな話するんですよ、うん、ってめってとか言って嘘でしょとか言ったらお前会ったことねえのとか言われてあるわけないじゃないですかって見たものしか信じませんからってじゃあお前神様に会わせてやるよって言ったそのじいちゃん、うんうん、嘘って思いましたね嘘みたいな神様について調べてたら神様に出会える瞬間がやってきたみたいなマジですか俺これまでどこに行っても神様には出会えなかったんですよってじゃあ会わせてくださいよって言ったらそこで本当にじいちゃんが神様に出会わせてくれた、うん、っていうのが、うんうん、その神様の部屋っていうのに連れてかれる、うん、で神様の部屋ってどういう部屋かっていうとめっちゃちっちゃな部屋なんです、うん3畳ぐらいでね、ほんで和室です もちろん和室ですで和室でねなんか、まあ、居心地の良さそうな部屋なんですけどそこに白い箱が置いてあって、うん、この中に神様がいるんですよ、うん、ほんで私頭にねハテナが100個ぐらい出てきたんですよ、うん、神様ってちょっと待って手乗り分長サイズなみたいな、うん、そんな小さくいやこれぐらいだったんですよこれぐらいだったんですこの中に神様がいるってどういうことやねみたいなで開けてみろっつって開けたら神様がいらっしゃるからパカッて開けたら、うん、中に鏡だったんです、あの歴史の教科書に出てくるあの銅鏡、うん、なんか鏡やないですかこれってこの嘘太郎ってね神様なんかおらんやないですか白ひげのもじゃもじゃのあのこんな変な形の杖ついたちっちゃい神様がそこにおるんかと思ったら鏡だったもんですから、ね、お前もせっかちやなってお前よく聞けてこの鏡お前由緒正しいぞって1300年以上前からお前うちの神社にいつも伝わってる鏡なんじゃお前って特別性の鏡なんですよお前ってこれは神様が映る鏡だやばいぞってこれ見たらお前ね見た中に神様がいらっしゃるから、ね、心してみろって言って白い手袋をはめさせる、うんうん、やばいみたいな、うん、白い手袋をはめるだけでテンション上がってくるんですよ、うん、やばいみたいななんか本当にいそうだ神様みたいなでこんにちはってね、見たら私しか映ってないんですよどう見ても私しか映ってない白ひげのじいちゃんなんかどこにも映ってないんですよ映ってませんけどつって白ひげのじいちゃんどこにおるんですかってお前映ってるだろって何が映ってるよって俺しか映ってねえっすってまだわかんねえのかお前とか言って何ですかそれって言ったらお前が神様なんだよとか言われたんですよねみたいな俺が神様ってどういうことですかってお前その鏡に映ってんだろだからお前神様だよお前ってお前その鏡見ちゃったんだから今日から神様として生きていかなきゃダメなんだぞお前って言われるんですよ新手の詐欺やないですかこれって見ただけで神様ってその前に何で俺が神様なんですかってちょっと待ってくださいよって教育委員会から指令を受けて私神様について調べてるんですけど教育委員会にどんなレポート出したらいいんですかまずその前にって神様調べたら神様私でしたけどとか言われてねそんなレポート書いて出したら来年から俺の職を失うかもしれないじゃないですかつってねそしたらその宮司さんがまあお前もせっかちやから話最後まで聞けいいかお前が神様だっていうのを今から教えてやるって、ね、あれだって神様って何か知ってるかって神様っていうのは太陽のことなんだっていうんです太陽ってあれですかあのお天道様とかいうやつですかって、うん、そうそうお前なお天道様は見てるってお前どうせ小さい頃にたくさん言われたって確かに言われましたって、ね、お天道様は見てるぞお天道様は見てるからお前まっとうに生きていけってね、お天道様しか見てねえんだったら何でもやれるぜみたいな感じでやってきたんですけどねとか言っていやいやいやほんでお天道様のように生きるっていうのが神様のように生きるっていうことだ、うん、だから今日からお前はお天道様太陽のように生きていかないとダメなんだって言うんですよちょっと待ってくださいよ太陽のように生きていくって言ったって光れませんよ私っつってねそんな磨いたって光りませんよどうすればいいんですかっつったらお前なんて
いいか、惜しみなく与えて生きていけっていうことなんだよっていうんです。そうです。はあ、惜しみなく与えて生きていけ、なるほど。え、で何をって、俺金あんま持ってませんよっつってね、で与えたらなくなるんじゃないですかっつって、今ね話最後まで聞けていいかって、熱と光を与えて生きていけっていうことなんだよ。太陽は熱と光を与えて生きてるだろ、熱と光って何ですかよくわかんねえな。そしたらグーさんが言うんですよ、いいかって、お前にも分かりやすく言うとこういう生き方じゃんね、ないつも周りの人に温かくいなさいよ、いつも周りの人を照らして生きていきなさいよ、それを惜しみなく与えて生きていくんだっちゅうことなんだよ、それが神様の生き方なんだよ、お前のこれからの生き方なんじゃとか言われてね、めっちゃもうなんか電気ショックがそこで走ったわけです。なんじゃその生き方って。神様のように生きていくっちゅうことは、惜しみなく与えて生きていくっちゅうことなんか、いつも周りの人を照らして生きていく、なんかわからんけどかっこいいじゃねえかみたいなね。ヤンキーってそういうところになんか惚れていくのなんかよくわからないけど、かっこいいと思いましたね。それから私、そのお天道様のように生きるっていう生き方を実践していったんです、うんうん、でその太陽のことなんでお天道様っていうかっていうと、その惜しみなく与えて生きていくっていうのが天の道っていう考え方なんですね。道っていうのが生き方で、ね、天の生き方が惜しみなく与えていってる、そういう生き方をする人を人は神様と呼ぶんじゃん、ね、かっこいいと思ってね。でそういう生き方をしてたら気がついたらね、今こんな人生になってるからめっちゃ不思議やなと思ってね。でその宮司さん、あの掃除の神ちゃんかと思ったらそれその神ちゃんが宮司さんででワオとか思ったんですけど、さらに後で教育委員会に私行くことになるんですけど、教育委員会の部屋に行ったらその神ちゃんの写真があるんですよで見たら教育委員長って書いてあってワオみたいな、ちょっと待ってくれみたいな、で導かれました、ね、いや本当ですね、いやなと思って、いや私ねたまにね、うん、あの小学校で授業する時があるんですけど、まあ、歴史の授業って今6年生しかないから、よく道徳の授業として、はいはいはい、4、5、6年生とかにお伝えすることがあるんですね、うんうん、でも稀にね、うん、創立記念なので、うん、全校生徒に話してくださいって言われてて、やっぱり6年生に話すのと1年生に話すのと理解力が全然違うでしょ、いつもどんな話しようって思ってですけど、私が最後に行き着くのはそのお天道様のように生きる、太陽のように丸くて、あったかくて明るくて、うんうん、そういう生き方をして、うんうん、何も丸くて、うんうん、その与える人生に生きようって話を、するんですよね。あ、そうなんですか。だからで最初はお天道様が見てるよって、うん、私たち小さい頃は多分おじいちゃんおばあちゃんに言われて育って、うんうんうん、そのお天道様に見られてても恥ずかしくない生き方をしよう、うんうん、悪いことは、ね、誰が見ててもしないようにとか、うんうん、あるいはどんなに逆境にあってもお天道様だけは 見守ってくれてるんだから、うんうんうん、安心して生きていこうとかって思うわけですけど、うん、やっぱりその天道様が見てるっていうことを意識したら、その先は自分がお天道様のようになるっていうね、はいはいはい、ことなんじゃないかなと思って。いや本当その通りだ。いや嬉しい、たまちゃんの今日の話。いや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 、とんでもない。ちょっと皆さん、神様に初めて出会った、あれこれ、いや何言ってんですか、これを聞いたあなた方も今日から神様なんですよ。神様として生きていかないといけない、はい、はい、お天道様のように神様として生きましょう、はい、ありがとうございました。頑張ってください。